近くでもう一度見てみましょう。今回はモノレールトリビアを2つご紹介いたします。モノレールトリビア1つ目、モノレールには役割が違う3種類の車輪があります。1種類目は車両を進めるための役割となる走行輪、2種類目は車両を軌道に沿って進めるための役割となる案内輪、3種類目は車両の左右のバランスを取るための役割となる安定輪です。モノレールは分岐器や軌道側面の黄色い部分を案内輪と安定輪で支えながら走行輪で進んでいます。モノレールトリビア2つ目、モノレールの本線やサイド線の分岐器と車庫の分岐器には違いがあります。分岐器はモノレールの進行方向を変える働きをしています。これは本線やサイド線の分岐器と車庫の分岐器も同じです。では本線やサイド線の分岐器と車庫の分岐器はどこが違うのでしょう。まずは本線やサイド線の分岐器と車庫の分岐器の写真を見てみましょう。見た目は一緒ですね。ではどこに違いがあるのでしょう。これは分岐器を上から見た模式図です。赤線部分は図の黄色塗り部分を示しています。車庫の分岐器は赤線部分が滑らかなカーブにならないので、モノレールが通過するときに横揺れします。一方本線やサイド線の分岐器は赤線部分が滑らかなカーブになるように工夫されているので、モノレールが通過するときに横揺れが少ないのです。このような差がある理由は、本線やサイド線の分岐器はお客様を乗せたモノレールが走行するので乗り心地を良くしています。では仕組みの違いについて実際の分岐器で見てみましょう。分岐器が動き出すと、側面の黄色の部分がへこみ、赤色の部分が膨らんでいます。近くでもう一度見てみましょう。今度は違う方向から見てみましょう。このような設備はモノレールの本線やサイド線の分岐器に設置しています。機会があればぜひ分岐器の側面もじっくり見てみてくださいね。